これから私の研究稽古の、光景をお見せします。私の稽古の割と特色で、稽古をしているんですけど、これは何かって、まあ、ある程度は決めるんですけど、そこでこう気づいたことを次々とこう試していくというか、そういう形ですね。で、今回一応相手が、まあ、手を出してくる、とりあえずまあ掴むか殴るかですけど、ついてきたりするわけですけど、まあ、とりあえずその掴むかなっていう感じをこう捉えてどう崩すか、そこから今度はまあ私の方から手を出すとか、もう完全に相手がもうついてくるっていうか、殴ってくる、パンチを出してくるのにこうどういうふうに入るか、まあ、そのあたりを、それで剣術ももちろんいろんな技があるんですが、ちょっとここでコメントしたいのは、どこかのつばぜりっていう、剣道なんか時に、試合時間の4割ぐらいがこう、4、5割がつばぜりになってたりするっていう話は、で、このつばぜりになって普通こうやろうとするとですね、結構剣道の上級者が初心者とやってもなかなかつばぜりで頑張ってる人って崩れないんですね、こう。そしてそれをどうしたらここからこういくかっていう、これをこう持てばもちろんずっと重いわけなんです。それでこう、それと似たような感じを突然ここに重くさせるのについて、まあ方法これいくつかあるんですが、その方法の一つがここからもうどっとここに 重みがかかるっていうか、重さがかかるというか、この体に浮きをかけてですね、そうこうしていくのところから、まあ、手のこの関係もあるんですが、ふっとこう浮いてしまうんですね。一気に相手をここまで沈めることができる。この昔いろいろな方法を言って、そのやろうとする感じをなくすために、トカゲ走りっていうのと思って、トカゲ走りっていうのはここになんかトカゲがこうちょろちょろって動いてる、つまりこうやろうとしてる時にこんなところにトカゲがいたらびっくりするじゃないですか。ちょろっとしてこう隠れる、え、何がってこういうふうにやるとか、要するにそのやろうと思うことをいかになくすかっていうことをやったりしたんですね。それがここからパッと浮いて、この自分の中の重さが来るとこっとここに行ってしまうような感じですね。そういう、ここからこういうような、まあそれが一つの方法です。